くどやま芸術祭の車窓から、今日は2023年9月17日から10月29日まで開催されているくどやま芸術祭2023のまちなかエリアの様子をご覧ください。深く吸い込んで、いつもの帰り。
たら、なんだか少し虚しくて変わらない毎日の中で、少しずつちょっとずつ諦めて溜まってゆくのは、満たされない思いばかり、そんな自分に悲しくなった。これまでと違う何かをすることは、少し勇気がいるけれど、いつもと同じ道ばかりじゃ、新しい何かはきっと見えちゃこないから、新しい発見があるはずさ。ガードレールに沿ってあの坂を登り切れば、きっといい眺めが待ってるよ。楽がしたくて変わらないでいたら、周りもずっと変わらないから、角度から見れば輝いて見えてくるものだってきっともっとあるはずさ。Yeah.